コブラーは主に英国やアメリカ合衆国で食べられている焼き菓子で様々な種類がある。果物や塩味のフィリングを大きな焼き皿に敷き、液状の生地をかけたり、ビスケットやダンプリングで覆ってからオーブンで焼く。レシピによっては上下から厚いパイ生地で挟んだ深皿パイに近く、特にアメリカ南部ではこのタイプが多い。コブラーは英領北米植民地が起源である。 イングランド人の入植者は適切な食材や調理器具がなかったため伝統的なスウェットプディングを作ることができなかった。そこで代わりの方法として味をつけていないビスケットやダンプリングの生地を丸め煮込んだフィリングの上に隙間なく並べて焼いた。コブラーという名前は1859年から記録に見受けられる。その起源は不明だが 木のボールを意味する古風な単語コベラーに由来する可能性がある。以下で述べるクリスプやクランブルは一般的なコブラーと異なり一番上の層にオートミールで作られたロールオーツを用いることがある。アイスクリームが添えられたピーチコブラーブランツパンダウディスランプはカナダの宴会州とニューイングランドで見られるコブラーの派生型である。典型的なレシピでは フィリングの上に、団子状の生地を乗せ、コンロにかけた鉄鍋やフライパンで焼く。伝えられるところによれば、これらの縄火にかけている間のブツブツいう音から、取られている。ここで使われるようなビスケットやダンプリングは、ーボーイとも呼ばれる。ドーボーイはシチューでも、コブラーと同じように用いられる。米国で食べられているコブラーのバリエーションには、この他にもアップルパンダウディ、ベティ、 バックル、ダンプ、グランプ、スランプ、ソンカーなどがある。ソンカーはノースカロライナ州特有のもので、アメリカ式のコブラーを深皿で焼いて作ったものである。ディープサウスでは、フィリングとして、果物一種類だけを用いたコブラーが最も一般的で、その果物の名をとって、ブラックベリーコブラー、ブルーベリーコブラー、ピーチコブラーのように呼ばれる。ディープサウスの伝統では、 フルーツコブラーにバニラアイスクリームをトッピングすることもある。この地域では塩味のコブラーはそれほど一般的ではないが、例としてはトマトコブラーがある。これはサザントマトパイに似たもので、玉ねぎなどを具材としており、上に乗せるビスケット生地にはチーズやコーンミールを入れることがある。ベティベティ、またはブラウンベティとして知られる。 コブラーの一種はアメリカ植民時代にまで遡ることができる。1864年のイエールライブラリーマガジンではブラウンベティとして紹介されており、ブラウンが小文字で始まっていることからベティが正式な料理名だと考えられる。しかし、1890年に出版されたレシピではブラウンも大文字で始まっているためブラウンベティが正式名とされる。ブラウンベティは パン粉と果物の層を交互に重ね、蓋をして、オーブンで焼いたものである。食感は、ブレッドプディングに近い。アメリカ中西部では、アップルベティ、または、ストロベリーベティは、しばしば、アップルクリスプと同義語である。イギリスとコモンウェルス諸国では、スコーンを乗せたコブラーが優勢であり、甘いものも塩味のものも見受けられる。甘いフィリングとしては、リンゴ、ブラックベリー、 ピーチなどが一般的である。塩味のコブラーは牛肉、小羊、羊肉などのフィリングをキャセロールに入れ、スコーン生地の団子を乗せて作る。団子を全面に敷き詰めるのではなく、肉に火が通りやすいように器のヘリに沿って並べるだけの場合もある。塩味のコブラーにはチーズやハーブのスコーンを乗せることもある。コブラーとクランブルは腹持ちが良いにもかかわらず、 伝統的なペストリーほどバターを必要とせず、マーガリンで作ることもできるため、第二次世界大戦中に食料賞によって奨励された。ありがとうございます。